はい、それでは時間になりましたので、ただいまより、スタッフミーティングを始めたいと思います。皆さんおはようございます。本日の試合は2020明治安田生命 J3 リーグの第13節岩手ミズンジャーコリオカさんのお二人のホームゲームとなります。また台風の影響で試合開催が延期されたという中で、ご調整いただきましてありがとうございます。毎回申し上げます、感染者を出さないようなご協力、我々も消毒、マスク、お水を避けるご指導等を含めてですね、これまで同様に引き続きよろしくお願いいたします。で、桜島上空の風向きですが、火口から北東、霧島市、福山方向に予想されておりますので、噴火があった場合でも、スタジアムへは影響ないと考えております。そので、約145名での運営完成となっております。お疲れ様です。お疲れ様です。今日来てくださる方、すごい楽しみにして来てくださると思うので、熱中症に気をつけて、今日も行きましょう。行くぞ！台風がなければ、まあ、前日ここまで全部準備ができたそうす、ね、わけですよね。 そうっす。そしたらほら当日かなり余裕を持ってイレギュラーな部分にも対応できる。なるほど。で今日も全体を見るっていうよりはもう自分で足を動かして、まあ、今日ちょっとやっぱりちょっとやっぱ変ですね。しちゃったからですね。しかも平日だし、そういうのがあります。なんか多分いつもここまでしないかもしれないですよ。ほうほうほう。僕サボってるかもしれない。いや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 、いつも動いてるの知ってますから。今日やった準備としては、はい、大体どんな準備が。今日はまずゴールポストを両方立ててもらいました。はい、まず今の手は立ててもらいましたけど、はいはい、3番、はい、これは業者さんがしてくださ
はい、あと高校生のうちの勇気とかその選手たちがこの人工芝、あ、アップ用のですね、アップ用の、はい、あとコーナーのところ、はい、ゴール裏のベンチですね、当てていただいて、なぜテントが、これはコロナ対策で席を開けないといけない、コーチングスタッフが7名、はい、選手が7名、14名入るテントなんですけど、はいはい、ギリギリなんで14しか入らないんで、7席はテントに、要は3つを作らないためにですね、その他はですね、選手バスが来るところの柄先を設置するのと、あとお客さん入ってもらった時の動線をしっかりと仕切る、ここから先は AD コントロールが入るので、ここから先は入りませんよとか、あの緑のネット、そう、あの緑のネットと、はいはいはい、あの青いプラスのところ、なるほど、でこっちでピッチ周りで言うと深くからは選手ゾーンなんで、ああなるほど、はい、他の方は入らないように、こっちは審判の方々が出入りするので、ああそうですね、そう、はい、一般の方は入らないように、コロナ対策の関係もあってゾーン1って選手審判団コーチングスタッフは接触が少ないようにっていうのをリーグで定められてます、なるほど、準備って大事ですよね、何にしても準備が8割できてたらもう当日は余裕かなっていうことで、プレイヤーと一緒なんだなと思って、ああ僕は逆にプレイヤー経験がないからその辺、まあ、そうですよね、試合のための準備っていうのはやっぱすごく確かに選手と同じなのかもしれないですね、まあ、でも見てください、おかげさんです、施設の皆さんもそうですけど、たくさんの方がやっぱり関わってこの試合ができてるんだなっていうのはね、ディフェンダー15番藤沢則孝、ディフェンダー16番藤沢則孝、はい、3番岡本翔成、ディフェンダー3岡本翔成、はい、38番中原修斗、ディフェンダー38中原修斗、ゴールキーパー31番畑美乃、ゴールキーパー31畑美乃、はい、フォワード17番茅沼優生、フォワード17番茅沼優生、はい、監督金城村、監督金城村、はい、最後に通訳で担当です、OK、 なんであのチェック2人でやってるんですか。そう、あれはですね、ちょっとメンバー表の間違いがあるといけないんで、あれ2回目なんですよ、実は。だから2人でポジション、番号、名前をこう掛け合って提出されたメンバー表と公式的なメンバー表と2つあるので、それと照らし合わせて間違いがないありがとうございます、はい
で、ここからはもうあと2時間後のキックオフに向けて90分前にピッチチェックをしてキックオフを待つって言います。アップの時間を守ってもらうとか時間ごとのスケジュール管理を。次は多分試合が終わった後にあると思うんで、はい、すいません、ありがとうございます。カット撤収に入ります。終わってすぐなんですね。ここからもう片付けに入るんですけど、はいはい、次の試合もあったりするので。ああ、なるほど。力強く命
けたと思います。それでは1本目をお願いします。よーお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ホームセンター、こんな準備がいるもんなんですね。改めて準備しかないですよね。やっぱりギリギリで、いやあれがない、これがないっていうよりも万全を期す。それでもやっぱりミスはあるんですよ。それもまた気づいて、その都度改善していければもっともっとこう良くなるんじゃないかなと思います。ホームゲームって大変じゃないですか。いや、ホームゲームはですね、楽しいです。楽しいんですか。楽しいですよ。楽しいです。何のためにここまでやるんですか、ホームゲームというものを。まあ、今日とかやっぱり買ってくれて、僕らはやっぱりこう気持ちがこうワクワクするし、それを見に来てくれる人たちが、ああ、楽しかったよねとか、買ってよかったよねとか、よかったよねで、今日を覚えてほしいですよね、やっぱり。自分が書けば、まあ、皆さんそう思ってくれるので、だから本当に心を運営をするってなった時に、本当にチームを果たせる運営をしなさいって、実際教えてもらった人がいると思って、ただチームを果たせるだけではなくて、やっぱり勝つことによって、お客さんが喜んでくれるんですか。お客さんが喜んでも帰ってくれるのが一番、まあ、嬉しいですよね。そのためにやれてるな。練習にはサッカーとかって聞くんですけど、はいはいはい、岩木さんとか運営の責任者じゃないですか。はいはい、ホームゲームとは。ホームゲーム何ですか。元気の源です。施設の調整から何からいい環境でやってほしいなっていうのが一番嬉しい。やっぱりいい環境のもとでこうお客様にも見てほしいなっていう、それが聞いてはやっぱ僕らのやりがいにもつながっているので、だから本当にこうの仕事をやらせてもらって僕自身嬉しいしありがたいなと思っているし、これからもいろんな形でもっともっとパワーアップしていきたいなと思って、で若い人たちがどんどん出てきてくれて、その人たちのまた色でいろんなこう盛り上げていってますね。ありがとうございます。頑張っていきたいと思います。全ては鹿児島の元気のためにと。そうですね。その元気な皆さんの姿がまた自分の元気になると戻ってくると、そういうことです。ありがとうございました。はい、鹿児島にやっている FC の岩木さんを中心に、ホームゲームの裏側を撮影させていただきました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。